ジム・ホーキンズは、ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説、宝島に登場する架空の人物、同作品の主人公であり、語り手である。両親は、弁房邸特定という宿屋を経営している。父親は、話の序盤で病死している。ビリー・ボーンズという老婦名乗りが宿泊していたが、ラム酒の飲みすぎによる、脳卒中で死去。ジムと母親は、ビリーの繊員入り箱の中から、 悪名高いフリント船長が隠した宝のありかが書かれた地図を発見した。ジムは地図のことを父の主治医だったリブジーと王子主のトレローニーに告げた。彼らは航海日誌と詳細な地図を調べ、トレローニーは船と船員の準備をした。ヒスパニオラ号は一路宝島へ。船のコックとして現れたのが片足の船乗りジョン・シルバーであった。 トレローニーがスカウトした男で、東メガネ屋という居酒屋を経営していた。航海中ジムは、リンゴ村の中で、シルバーの計画を知ってしまった。シルバーたちは宝物を得た後に、スモレット船長やトレローニーをやっつけるつもりだった。ジムはシルバーたちの反乱の計画を、船長たちへ伝えた。島へ着いた時ジムは、シルバーの部下と共に上陸した。ジムは、森の中で、 シルバーがスモレットに忠誠な乗組員トムを殺害するのを見てしまった。その場から逃げたジムは一人の男と出会う。彼の名はベンガン。彼はフリントの船に乗っていた船乗りだったが、三年間も島に置き去りにされていた。ベンガンはジムたちの仲間になった。夜ジムはベンガンの川船に乗って乗っ取られたヒスパニオラ号に近づき船の怒りの綱を切った。 船内には操舵手のイズレール・ハンズがいた。イズレールはジムが食物を運ぶのを条件に船を動かすのに同意したが、ハンズはジムを殺害しようとする。ジムはハンズが探検で彼を突き刺そうとするとき、ハンズを射殺した。地図に書かれた場所には宝はなかった。宝はすでにベンガンに見つけられて別の場所に移されていたのだ。激怒した海賊はシルバーとジムを殺そうとするが、 ベンガンやリブジーによって帰り討ちされ、シルバーは降伏した。宝を船に乗せて、彼らはイギリスへと帰っていった。シルバーは、海賊行為で罰せられることを避け、金貨の入った袋を持って逃亡した。一行は無事イギリスへ到着したが、ジムは今なおシルバーの悪夢にうなされている。ありがとうございます。